10月1日江戸川5丁目の希望の家で第34回希望の家祭りが行われました。この催しは地域の町会・自治会と希望の家の利用者が一緒になってお祭りを作り上げ楽しむ中で、希望の家の活動をより多くの皆さんに知ってもらおうと毎年開催されています。そっから今日は希望の家祭りにお越しいただきありがとうございます。いらしてくださった皆様に喜んでいただけるように希望の家全員で精一杯の準備をしてまいりました。短い時間ではありますが、希望の家祭りをどうぞお楽しみください。希望の家祭り、皆さんのおかげでこのように盛大に開催することができました。この希望の家ですけれども、できてもう36年になります。36年、もう大変な歴史を積み重ねているんですけれども、皆さんがこの施設をですね、とても優しく見守っていただいてます。おかげでみんながですね、はつらつと元気に活動することができています。そして今日は久しぶりのお祭りでございます。手品やりたいと思いますこれさっきまで使ってた普通のハンカチですけれども、いいですか早くもですね、とっても中でちょっと暴れてるんですけれども、ハトです、ハトハートの希望の家今日は皆さんと一緒に楽しみます。よろしくお願いします。会場では地域の皆さんによるステージ発表や、利用者の皆さんが心を込めて作った作品の展示販売など、子どもから高齢者まで楽しめるさまざまな催しが行われました。爽やかな陽気の中、訪れた皆さんは久々のお祭りを思い思いに楽しんでいました。